いやーいいですね、奈良のこの街並み、心の底から、底から落ち着きます。いやーいいですね、こういうところ住んでみるの憧れますよね。なんか時間がこうゆっくり過ぎていくという。私が通り過ぎてました、今日行くとこここですね。ちょっとすみません、こちらですね。こんにちは。奈良町の町屋を活用したフレンチレストランル・ギャマン奈良町は去年オープンしました。安らぎを感じる空間でコース料理を楽しめるんです。わあ、めっちゃおしゃれですね。かっこいい。吹き抜けだ、すごい天井高い。奥までこう縦長に、すごい。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。お願いします。こちらこそお願いします。店主でシェフの石橋さんはフレンチに携わっておよそ20年、フランス、中国、大阪で腕を振るい、美味しい料理を作ることに専念してきました。むちゃくちゃ素敵なお店で、はい、ありがとうございます。どんな思いでこう始められたんですか？ここはですね、もともと僕は奈良ちょっとご縁はなかったんですけど、近くにパン屋さん、友達がやってるパン屋さんがあってですね、はい、そのパン屋さんオープンされた後に僕がちょっと週末だけお手伝い、それで奈良に来るようになって、でたまたまここをご紹介いただいて、素敵だなと思ってですね。木の感じとかもむちゃくちゃいいですよね。柱とかむき出しというか出たまんまで、うん、そうですね。まあ、カウンターも僕好きですし、ここでお客さんに仕上げる過程を見てもらいながら待ってもらうとか、はい、わあ、見せてもらえるんですか？そうですね、大体ここで作りますね、前菜は、はいはい、うわあ、結構私見たいタイプですね。メニューはランチとディナーに分かれていて、それぞれ2つのコースがあるんです。今回はランチ5000円コースの主な料理を紹介してもらいます。すごい彩りが、はい、これは何ですか？ですね、3種類盛り合わせてるんですが、手前はですね、塩漬けしたタラとマッシュ状のジャガイモちょっと合わせてあります。そういうブランダードってお料理があるんですけど、ブランダード、はい、で今日はその上にですね、モンゴイカとですね、菜の花刻んだものをタルタルにして添えてあります。でその上にですね、ちょっと食感のクルトンと、少しカラスミを散らしてますね。これはどうやって食べるんですか？ですね、はい、フォークでお食べください。全部一緒に食べてもらいたいんで、もうちょっとぐちゃっとしていただいても全然いいですか？はい、いただきます。あ、いいですね。いいですか？いい音がしますね、うん、カリカリで。うわ、ブランダードだ。でしょ。おいしい。菜の花とかイカとかそのタラとかいう情報が多かったから、はいはい、どんな味なんやろうと思ってたんですけど、見事にハーモニーみたいな、うん、塩気がすごく効いてて、はい、めちゃくちゃ美味しいですね、うん、初めてのブランダードでした。よかったです。真ん中のお料理はですね、淡路鶏使ったお料理ですね。もも肉をですね、ロール状にしまして、低温で調理をしました。その下にですね、ちっちゃいお豆なんですけど、レンズ豆と菊芋をちょっと固めに茹でたものを細かく切って和えたものを添えてあります。うん、めっちゃ柔らかくてしっとりしてて美味しい。でこの菊芋、はい、芋のこのホクホクっていう感じよりかは、なんか食感がしっかりしてる、シャキシャキみたいな感じで美味しいですね。初めて食べたんですけど。そして前菜の3つ目はラタトゥイユ、お野菜の軽い煮込みですね。聞いたことあります。ラタトゥイユ、フレンチって感じ、はい、その上にですね、北海道産のモッツァレラで、切りたてのスペイン産の生ハムですね。わあ、ちょっと目でも楽しんでもらいたいので、緑がちょっとパセリとほうれん草で作ったソースですね、うん、白いソースがニンニクベースで作ってます。へえ。で赤いソースは赤ピーマン、パプリカをソースにしてあります。ちょっと苦味と辛味が少しだけありますね。こんなにソースがいっぱい。贅沢の悩みだ。こうどういったらいいですか？混ぜ混ぜしますか？混ぜ混ぜしますか？うわぁ、ラタトゥイユ興奮しますね。うん。面白し
申し訳ない。いろんな風味がこう鼻に抜けていきます。次々とこうバジルとかニンニクとかモッツァレラチーズとか、はい、うん、生ハムのこの塩気といい煮込まれた野菜ラタトゥーユ、うん、はい、おいしい。こちらは私心の心がバクバク踊るメインディッシュ、お肉料理です。素敵。緑色のこれが気になるんですけど、ほうれん草で作ったソースなんですけど、その中にですねイベリコ豚のほほ肉ですね、それを柔らかく煮込んだものですね。うん、やわらかっ。緑色。80度ぐらいのあまり熱すぎないオイルの中で5、6時間ぐらいゆっくり火を入れるんですよ。100度以上になっちゃうと、なんていうかな、余計な肉汁が出たりとか、美味しいのがで外に出ちゃうので。ちょっとこっちのお肉もいいですか、はい、こちらですね、宮崎県産の国産牛のヒレ肉ですね。おいしい。めちゃくちゃ柔らかくて油油してないですね。ソースも美味しくて、ほほ肉もフィレ肉も本当に美味しくて、心の底からもう底から満足です。ワイン好きという石橋さんに用意してもらったのは南フランス産のピノノワールです。なかなかこんなグラス持つことないんで、ちょっとめっちゃ緊張するんですけど。あ、いい匂い。なんでしょう、ワイン詳しくないんで分かんないんですけど、なんかワインってみんな匂ってるなっていうイメージあって、匂ってみたものと正解分かんないんですけど、匂う見真似のこれ食リポ、ブドウの香りがします。新鮮でいい。美味しい。飲みやすい、うん、そうですね、はい、なんかこう、はい、爽やか、さっぱり。そうですね、今飲んでもらったのは渋みもそんなないですし、飲みやすいタイプだと思いますね。ワインの魅力とは、はい、聞きたいです。酔っ払えるからじゃないところが、はい、面白いのはなんか2種類とか3種類とか一緒に飲んだりしたら面白いですね、違いが分かるというか。へ、やっぱり作られた年によっても味が違うし、作る人によっても味が違うし、どれがいい悪いじゃなくて、はい、いろんなタイプがあるから面白いですね。そしてデザートは黒糖を使ったプリンと、同じく黒糖を使ったフィナンシェですね。え、これフィナンシェですか。フィナンシェです。マドレーヌやと思うんですけど、形はマドレーヌですね。なんでこんなマドレーヌをよぎらせるんですか。フィナンシェとマドレーヌだったらフィナンシェが僕好きなんですけど、はい、単純に型がないんで、マドレーヌ型をしたフィナンシェがあってもいいかなと思って、はい、いやー紛らわしいですね。うん、バターの香りがすっごい良くて、ね、で黒糖のあの甘さすっごい合ってる、美味しい。プリンもいただいちゃいます。あ、黒糖のこのソースっていうんですか、はい、この滑らかなプリンと最高に合ってますね。私めっちゃプリン好きなんですよ。あ、そうですか。これは私が好きなタイプです。奈良でオープンしていただいて大感謝です、はい、そうですね、奈良で、まあ、去年オープンしたんですけど、去年の6月ですね。まだまだ知られてない部分もあるので、ご近所の方もぜひ来てほしいですし、これがちょっとね、奈良の食材もいろいろ面白いものもあるので、いろいろ積極的に使っていったりとかしていきたいと思いますね。今日はもう一日心の底からの底から最高です。ありがとうございます。また来てください。はい。